出た。おお来た。おっ来た。おお来た。お来た。やりやったね。すごいっす ね。いや、髪引きすぎやろ。ロリコンちゃん、松本です。どうぞ、リコイドです。新しい車、新車やろ。あ、はい、おかげさまで。新しいの。いい車買おうだね。あ、これ乗り心地いいっすね。前のクソみたいなムーブよりは。あれマジひどかったもんね。いやいや、まあエアコンもさ、なんかエアコンの効きは悪かった。最大にしてもそんな涼しくないってさ、これめっちゃ冷えと思う。もうすぐ冷えました、ね、いい感じで。今日はチョコリーと浦野森川自動車別で行って、で僕らは僕らで行ってっていうところで、はい、まあ住んでるとかちょっと違うんでっていう感じで、一番くじの鬼滅の刃を引いてきます。はい、フィギュアはまあまあ出来は良くなってきてますね。そうですね、会話ごとに。ええ、なんかね、急いで作ったやつは変なんですよ。はい、今回ちゃんとなんかしてるみたいなんで。そうですね、うん、なんか今回ねちょっとジオラマっぽい感じ、ね、そうそう、背景がね、ええ、襖のやつがなんか雰囲気はいい感じでしたけどね。うん、はい、何が欲しいのか。僕は禰豆子だけでいいかなって感じ。ああ、まああの3人だったら炭治郎ですね、僕は。あ、なるほど。あのチョコノッコの三つりさんが欲しい、あのちっちゃいやつ。あ、三つりさん好きやもんね。はい、あのちっちゃいやつが。僕はカナオちゃんが欲しいんですよ。あ、いいじゃないですか。じゃあそれで狙っていきましょう。いやいや、ないから。あ、ないって。ないあれね、あ、チョコのフィギュア、フィギュア、あ、フィギュアがね。じゃあ行きます。行ってみよう。一番くじを買いに行く俺。手ぬぐいはいいよね。メンタル手ぬぐいはいい、ね、F のチョコノッコが出た。お、出た、チョコノッコ。おめでとうございます。一番くじを買ってきた俺。あ、チョコです。絶好調、オラゴンです。なんすか、今、キモいの。絶好調。ゾータ同地域。鬼滅の刃、一番くじでございますよ。はい。鬼殺の志、炭治郎と、禰豆子と、あと、あ、義勇さん。義勇さん、義勇さん。そうだ、義勇さん。はい。鬼滅好きですもんね。鬼滅好きですね。最終巻だけ読んでないんですけど、まだ。今回は誰狙いですか。今回はやっぱ禰豆子のフィギュアが今までにない、ちょっとこう、和やかな顔なんで、はい、いいかなと思います。なんかいつもこんな感じじゃないですか、禰豆子って。こうなんかこう、いや、もうでも全部裏のさカツオタどっち。というわけで、はい、行きましょうか、ね、行ってみましょう。レッツゴー。つながりましたっけ。はい。一番くじを買いに行く俺。くじです。はい、おもろ。お、C、いや、すごい。え、C が、D、A4 行った。A4 だ。はい。ありがとうございます。はい。じゃじゃん、D、D、F、G、D。G、はい、F、はい、D、D、はい、G、あー出らん、はい、D、はい、E、E、ありがとうございます。お、ど、禰豆子。おー、来た。また引いてるじゃないですか。また引いてる。お、来た。めちゃめちゃ引いてる。ありがとうございます。一番くじを買ってきた俺。やったね。やりやしたね。すごいっすね。いや、本当にびっくりしました。これはすごい。びっくりしました。ええ。もう今年の運を使い果たしましたね、これ。すごいね。お前すごいな。うん。やばいですね、これちょっと。お前は本当、急に姿を現したと思ったら。お久しぶりでございまーす。なんかね、本当よ。こんなにいらんけどな。うん。なんでそんな引きを発揮したんやろね。今日に限ってですね。でもまあ好きやんか。あ、まあ好きですね。ね、はい。はい、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、うちはね、一番くじは出来があんま良くないっていうのは分かってるんで、基本的に開封レビューをしないので、はい、こっちがね、何が当たるかだけは見に行くようにして、ね、なるほど、はいはい、開封を見たい人はアピロスラジオ行ってください。はい、多分向こうでね、多分やってると思うんで、アピロスさんの
一番くじはそっち行ってください。はい。でもね、出来としてはよ、前回のよりはだいぶ良くなってます。なかなかいいですよね、このバックのさ、ね、うん、あ、ほんとだ、背景がある感じ。今回はちょっと良くなってるんですよ、だいぶ、うん、だからボリューム感ありますよね。そうですね、なかなかいい感じで、いいっちゃいいと思います。好きだったらありなんじゃないですかね、うん、これ欲しい人にあげようね、これ。あ、それでいいかもしれないですね。あ、いいですね。こんなにさ、一人でいて、まあ一人じゃないけどね。キャンバスボード、かなおちゃんがないんですね。ええ、全10種横向きに入ってんだね。はい。あ、CD みたいになってるね、これね。ああ、なるほどなるほど。CD アルバムみたい。はい、煉獄さんと炭治郎。一生。いや、二つ。全10種なのに同じのが2つある。あ、違う。あ、本当だ、違うんだ。だから僕言ったじゃん、これね。ちょっと違うんだ。だから僕言ったんですよ。そういうことね。はい、同じの弾いてきたんですねって僕が言ってしまったのは、そうなんです。一緒に見えたんですよ、一瞬。確かに。はい、これかまどブロスですね、はい、かまどブロス、はい、仲良し3人組。テッテレッテッテレッテッテレッテ。あ、またまたまたこの2人で、またかまどブロスがちょっといい感じになってるやつ。いいね、こんな感じ。いいね。その間にもせかせかとこう、こっちを開けてます。それであれなんですね、この2人の子供ができて。あ、そう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 、かまどや、かまどやですよね。お前下手くそか、お前。なんでカッターを使ってこんな開け方ができるの。いろいろな松尾太郎地域で M ですね。はい、こういうことです。僕らが弾いたところは5回やったんですね、1人。そう、1人5回だった。5回制限ですね、言われてましたね。で、ほぼもう残っとられたね。うん。で、B 賞だけ残ってたんで弾けましたけど。そうそうそう。そう。で、のんちゃんたちとか10回。そうです。で、トップバッターでした、僕らは。あ、そう。よく頑張ったね。だいぶ早く起きてた。トップバッター。だいぶ早起きしたよ。はい。30分ぐらい前に。トップバッターからでこんだけ減らされたらたまったもんじゃないよ。いや、ほんとに。後ろいたんすよ。いや、それみんな、うーわーでしょ。悪いなとか思いながらですね。10回で4体てってなるよ。なるわね。ね、なるほどね。え、10回で4体引いたのね。そうですね。いや、神引きすぎやろ。はい、これ手ぬぐいです。手ぬぐいなんでね、90センチなんでちょっと綿タオルには使えない。綿タオルはちょっと短いかな。綿タオルだと普通100センチあるんでね、ちょっと短いんで使えませんが。そうそう、まあこんなデザインです。まあ使えんこともないでしょうけどね、子供とかだったら。僕やったら使えます。うん、僕は90センチでもいけるんですよ。そっか、僕8が大きいから90だと回らない。皆さんとかも無理やもんね。あ、無理です。そうそう、頭の大きさが62センチあるから。なるほど。はい、ラバストでございますけども、こんな感じのラインナップです。おーい、何が欲しい。カナオ、ニカワ。おるやん。あ、おらんやん、俺の好きな。このメンバーやったら煉獄さんっすね。煉獄さんっすね。ミツリがいない。うん。あ、ほんとだ。じゃあ開けていこう。はい、いきます。はい、まず1個目。よっ。あ、タンジ。あ、タンジ、タンジ。せーの、ドン。はい、ネズ。はい、タンジ、ネズタン。はい、ゴー。はい、せーの。お、カナオか。お、来た。おー、おめでとうございます。やりました。さあ、タン。あ、薬屋のやつ。お前何しようやん。いや、これ開けろや。振り分けてた。あ、いいとか開けて。振り分けてた、お前。これ何。あ、トミーさん。トミーさん。トミー。ダン。はい、カンタ。カンタ、カンタって何。ダブってないよ、あれ。雷。これはカンタじゃない。何とか。トミーって言ったけど。あ、レモンさん。お、すごい、被ってないぞ。じゃあ、行こう。はい。誰。あ、裸。田中。裸、裸。裸。せーの、じゃん。好き。はい、蛇の人。はい。蛇の人。誰？蛇の人。はい。あ、品塚。品塚。はい。あ、かぶってねえぞ。え、出てねえの薬屋のおかみだけじゃない？これ。薬屋のおかみって誰よ？と、ああ、そっか。玉屋さん。あ、玉屋さんと弟が出てないね。感情のないやつ出てないね。感情のないやつ誰？この感情のない男の方、オスの方。あ、オスの方。あ、オスの方。感情なし。無一郎。あ、無一郎。無一郎。あ、そう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 。時藤さん。時藤さん。時藤さん。そうそうそう。感情なしのオスが出てない。はい、感情なし。お、あ、義勇。誰？義勇。かぶったね。頼む、感情なしってー。あ、違った。あ、弟だ。弟出ましたね。やったー。おお。え、結構いい感じに出たね。ね、そう考えたらね。よかったじゃないですか。うん、よかったね。これはラインナップ、あ、結構あるね、これ種類。何が欲しい？ミツリやろ。僕はミツリですね。ミツリ一択。あれ、これイグルさんおるやんね。うん。あ、柱が全員おるのか。あ、本当ですね。集合会議だから。あ、なるほどね。あ、俺勘違いしそうだね。蛇の人じゃなかったね、あの傷だらけはね。え？あれはサネミですよ。そうやったね。風柱やったかな。そうかそうか。風柱。うん。じゃあ行きましょう。はい。ミツリが来ればいいのね。僕はこれいらないから。はい。誰だ？あ、イグルさん。おお。はい。ダン。あ、かわいそうに。かわい。なん、善逸さん。善逸。お、好きなやつやん。あと3つ。せーの、頼む。善。うわー、伊之助。伊之助。伊之助。はい、コン。はい、
しのぶちゃん、最後頼む頼む、お願いお願い、みつり、ああ違う、あ誰、ああ義勇、義勇富岡さん、何だっけそれ、半々羽織、半々羽織、最後半々羽織って言われるよね、出して出して、あのでん、あらかぶっちゃいましたね、義勇さん、ああ義勇さん出られたね、あらまあ、松尾道中記、ちなみにこれ見てもらったら分かりますけどね、 B 賞ねずこです、うんうん、結構出来はね、まあまあいい方です、うんうん、まあ一番くじだなっていう感じ、でもプライズぐらいにはなってきてるから、そうですね、プライズより悪かったもんね最近の、いや本当ですよ、鬼滅の刃のやつは、うん、デタラメやったっすもん、デタラメやったもん、確かに、だからまあまあいい方だと思いますこれは、うん、こんなにいらんけどねということで鬼滅の刃10月やね、2期がね、そうですね、はい、ね、あんた散々嘘のもうひどかったよね、始まってるとか言うと、ね、12月やったっけくらいやったんですかね、年末ね、2020年の年末にもう2期始まってますよねって嘘の話を言いふらしよったんですよ、なんかもう誤報をね、で、ってそれやったら普通気づくけどね、うん、話題にもなるしって、そう言おったですね、言おったね、いやいやもう始まってるらしいっすよみたいな嘘ばっかりもんね、全然違った、嘘ばっかりやな、はい、ということでチャンネル登録よろしくお願いします、さよならグッバイ、一生懸命頑張ります。金曜。